はい、それでは本日は宅地建物取引士平成26年問29番宅建業法営業保証金について解説していきたいと思います。宅地建物取引業法のに規定する営業保証金に関する次の記述のうち正しいものはどれかという問題です。まずですね、この、営業保証金というものは なぜ作られたかというと、この悪徳不動産会社に、お金を盗まれたなどを、防ぐために、このようなことが起こると、宅建業者の信頼度が失われてしまいます。なので、このようなことを防ぐために、まず最初に宅建業者は開業する前にお金を預けなければならないというシステムを組みました。で、もしお金を預けて、その不動産会悪徳不動産会社がもうどっかに逃げたとしても、その保険金を、その詐欺をされた方に、渡すという流れにしたというのが、この営業保証金、そしてこの保証協会という制度があります。この営業保証金というのはお金を預ける、この保証協会というものは保険みたいな感じでみんなでお金を集めるということですね。で、こっちは金持ち、こっちは金なしという形になっております。では1番、新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を、金銭または国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならないという問題です。こちらの問題は間違っています。まずこれは免許取得から営業までの流れですね。免許を取得した後に営業保証金を供託します。最寄りの、主たる事務所の最寄りの供託所に供託を行って、そこから、届出を行います。供託書の写しを、提出すると。そして営業を開始するという流れになります。なので今回の場合に関しては、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に都道府県知事の免許を取得すると書いてあるので、こことここが、逆になっているので、この問題は間違っています。そして2番、宅地建物取引業者はすでに供託した金額、額面金額1000万円の国際証券と交換するために1000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なくその旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届けなければならない。この問題があっております。この営業保証金の交換というものがあります。例えば有価証券と現金を入れ替えるということですね。営業保証金を他の営業保証金に差し替える場合、有価証券を現金と差し替える場合などですね、宅建業者は遅滞なくその旨を、免許権者、国土交通大臣であったり、都道府県知事に、その旨を、伝えなければ届けなければならないので、このような、決まりがあります。なので、こちらの問題に関しては、この、営業保証金の交換について、当てはまっているので、これは合っているという流れになります。そして、この国債というのはですね、借金なんですけど、国の借金。のお金、この国債はお金と一緒の価値を示しております。国債1000万円イコール現金1000万円なので、同じ金額ですよということですね。地方債などは90% になるので、地方債が900万円の場合は現金1000万円という現金の 90% の価格になるということですね。そして3番、宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに住たる事務所を設置したときは、その住たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める金額を、供託し、その、旨を免許を受けた、国土交通大臣または都道府県知事に届けなければならないという問題です。こちらの問題に関しては間違っています。事務所を新たに設立した場合ですね、増設した場合なんですけども、これは支店を設置するということですね。増設にかかる金額の営業保証金、1箇所につき500万円ということです。支店を設置するのに500万円かかりますよということです。この営業保証金を預けた後、主たる事務所の最寄りの供託所に、この金額というのは預けなければいけません。なので、この支店の近くに500万円預けるのではなくて、この本店、主店、主たる事務所の、本店の最寄りの供託所に500万円を預けなければいけないということですね。その後、供託所の写しを添付し、免許権者に届けなければ、業務を開始することができないという流れになります。なので、今回の問題に関しては、その住宅事務所の最寄りの供託所に政令で定める金額を供託すると書いてあるので、これが、主たる事務所というのが正解になりますので、この3番に関しては間違っています。そして4番、宅地建物取引業者が営業保証金を、金銭及び有価証券を持って供託している場合で、主たる事務所を移転したため、その最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の、主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管外を請求することができる。この問題は間違っています。まずこの保管外という概念があります。これはですね、営業保証金ですね。営業保証金を移し替えるということです。この営業保証金の移し替えなんですけども、主たる事務所、本店が、移転のため、
供託所が、まあ、変わる場合ですね、供託所がまた別のところに変わる場合、新たな、まあ、最寄りの供託所に営業保証金を差し替えなければならないという制度です。まあ、この保管替えなんですけども、これは金銭のみで供託している場合、あとは金銭と有価証券で供託している場合という、この2種類の方法があるということですね。で、この2種類の方法によって、まあ、この制度が変わってきます。今回の問題に関しては、金銭と有価証券ですね、金銭および有価証券で、営業保証金を供託している場合なので、こちらの問題を解説します。まあ、結論から言うと、二重供託を一時的に行うということですね。まず、これはですね、移転後、遅滞なく新たな供託所に営業保証金を供託します。まあ、旧供託所で1000万円預けてるんですけども、新しい移転するところでもまず1000万円を預けなければいけません。その後、旧供託所から営業保証金を、まあ、取り戻すということになります。まあ、こちらに絵を描いたんですけども、まずこの A 市というところで旧本店があります。で、まあ、A 供託所、ここに1000万円預けています。ただ、ここを移転して新しい B 市というところに新本店を、設立します。その新本店の近くに B 供託所があります。ここに1000万円預けてあるんですけども、また最初に丸一番、先に、供託所に、営業保証金を供託します。そして営業保証金を供託した後に、こっちから2番の、まあ、この A の供託所から最初の1000万円を取り戻すということになるので、この順番を覚えていただければと思います。で、今回の問題に関しては、主たる事務所を移転したため、その最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ営業保証金を保管替え請求することができるということが書いてあるんですけども、今回に関してはこの新事務所を設立した場合、まずこの B の供託所に1000万円、入れて、そして、旧供託所から、後から、1000万円を取り戻すという形になるので、この4番に関しては間違っています。以上のことから、今回は正解は2番となります。